この素晴らしい世界に祝福を。希望の迷宮と集いし冒険者たち。プラス。チェックメイトだ。おやおや、コウマ族随一の天才様が何だって？仕方がありません。それではコウマ族にのみ許された最終奥義をお見せしましょう。はー、必殺ランダムテレポート。なんだその行動は。私の駒まで動かすのは卑怯だぞ。いいえ、これはコウマ族にのみ使える特殊ルールなので、ルールブックにも書かれています。そんな特殊ルール聞いたことがないぞ。そのルールブック、コウマ族で自作しただろ。ギク、イチャモンをつけるのはやめてもらおうか。いや今ギクって言ったぞ、ギクって。まったく、これだから引きこもりは嫌なんです。すぐに人を疑うなんて少年を疑ってしまいます。それとも以前私にコテンパンにされたのを根に持っているのでしょうか。カズマって最低ですね。なあ、お前さっきから人のことを好き勝手言いやがって。第一、ルールもわからない初心者に何も教えないでボロクソに任すような奴が偉そうに言うな。それは負け惜しみですか。負け惜しみですね。何せカズマは驚くほど弱かったですから、悔しければこのゲームで勝ってみてください。カズマになら100回やっても負ける気がしません。お前な、クルセイダーが移動させられては対処のしようが。カズマどうした。なんですか。暴力に訴えるというのであれば私にも考えが。エクスプロージョン。わ、私の軍が一瞬で全滅だと。盤面をひっくり返すなんて、なんてことをするのですかカズマ。俺はルー知らない初心者なもんでね、盤面をひっくり返しちゃいけませんなんてルールはないだろ。いや、エクスプロージョンルールはいいのだが、第三者にやられるのは初めてだ。そういうことだ。文句があるならルールを教えない自分自身に。今何て言った。だからこの場合のエクスプロージョンルールはどう扱うものかと思ってな。カズマ、知っててやったわけではないのか。え、何そのルール、意味がわからなさすぎて怖いんだけど。はあ、この男のことですから、どうせ何も考えずに勢いでやったのでしょう。ですがゲームとはいえ、私を差し置いてエクスプロージョンを使うなんて許せません。勝負です、カズマ。どちらが本物の爆裂魔法使いか、今ここで決着をつけましょう。我が名はメグミ、コウマ族随一の魔法の使い手にして爆裂魔法を操りし者。 おい、こら待てめぐみ。お前は屋敷まで吹き飛ばす気か。屋敷がなくなったら俺たちまとめて馬小屋行きなんだぞ。分かってんのか。構いません。コウマ族として、爆裂魔法の使い手として、やらなければならない時があるのです。構うわ。どう考えても今はやる。それでめぐみんがいつもの発作を起こしたってわけね。発作って、まあそんなもんだけど、止めるの大変だったんだぞ。何言ってるのよ、それも合わせていつものことじゃない。いつも尻拭いさせられる俺の身にもなってくれ。まったく。カズマ。ん、どうしためぐみ、そろそろ反省したか。いえ、コウマ族の辞書に反省の文字は。ごめんなさい、その怪しい手の動きはやめてください。メグミンだけずるい。ダクネスも羨ましそうに見るな。とにかく自宅で爆裂魔法は禁止だ。いいな。仕方ありませんね。カズマがどうしてもと言うなら100億歩譲歩してあげても。えい。あー冷たー、背中にてー、フリーズやめてください。あーもうそんなことはどうでもいいの。私さっきすごいもの見つけてきちゃったのよ。すごいもの？なんだ？金でも落ちてたのか？バカね。だったら私一人でこっそり使うわよ。わざわざカズマに言うわけないじゃない。なんだもったいぶるな。何を見つけたんだ？
仕方ないから見せてあげるわ。これよ、帰り道こんなものを見つけたの。なんだなんだ、何ですかこれは。わからないけど何かのかけらみたい。宝石が落ちてるわけないしな。ガラスのかけらとかか。こんな大きなガラス製品この町で使われてるところを見たことがないのですが。そう言われればそうだな。じゃあなんだこれ。見た目も綺麗だし、これでアクセサリーとか作って売ったら小金にならないかしら。女神って言い張るなら小金とか言うなよ。うるさいわね。女神だってお腹は少し、美味しいものをたくさん食べたいじゃない。いくら私が有能で美しいとしてもお金がないと暮らしていけないのよ。有能？え？有能って一体誰のことだ。とにかく私はこれで一儲けしてシュワシュワを気の済むまで飲みたいの。それじゃ単なる飲んだくれだろうが。どこまで堕落する気だこのダメ神は。うっさいわね。もしこれが100万エリスとか価値がついてもカズマには分け前あげないんだからね。つかねえよ。だいたいお前が拾ってくるものなんて全部ゴミじゃねえか。言ったわね、引きニートのくせに私のことをダメ神呼ばわりして。だいたいね、元を正せばカズマが私を冒険に巻き込んだんじゃない。返してよ、私のぐうたらでお気楽な女神生活を返してよ。俺が知るか。だったら一人で魔王でも何でも倒してくればいいだろう。そんなの無理に決まってるじゃない。だからカズマに全部やらせるつもりなんだから。最低だなお前。いい加減にしないか二人とも。そうですよ、くだらない言い争いなんて愚の骨頂です。二人も落ち着いて、我々コウマ族のように常に理知的で冷静な行動を心がけるべきなのです。おい爆裂娘、数分前の自分の行いをもう忘れたのか。ところでこのかけらについてなんですが。ん？このゴミがどうかしたのか。ゴミじゃないんですけど、お宝なんですけど。いえ、このかけらすごく惹かれるものがあります。確かに美しいな、不思議な色をしている。私のものだから誰にもあげたりしないわよ。安心してくれ、誰も取ったりしないぞ。それよりもこの石の放つ力が気になります。力？どういうこと？はい、こんな小さなかけらなのに大きな魔力を感じます。この子もそれを感じ取っているようですし。ナオ！アーカ、お前これどこで手に入れたんだ？拾ったのよ、散歩の途中で。そうすると由来とかわからないわけか。どういうことでしょう。もしかしたらやはり魔道具、それも特別な魔道具か何かなのでは。大きな魔力か、気になるな。確かに。よし、ビズの店に行ってみようぜ。魔道具に関係してるならあそこで聞くのが一番だろう。いらっしゃいませ。これはこれは、ようこそ。今日は皆さんお揃いなんですね。ニートから脱出したのもつかの間、あっという間に自堕落な生活に戻ってしまったクズニートよ。今日は我が輩に何の用か。ニートじゃないから。それ以前にその物言いはどうかと思うが。教えてほしいことがある。うん、教えてほしいこと。ああ、なんか魔力のこもったガラスみたいなのを見つけたんだよ。アクア、かけら出してくれ。あれ、アクア様ずいぶん不機嫌そうですけど、何かあったんですか？お前な、いつまで膨れてるんだよ。かけらは持たせてやっただろ。このまま帰る。ダメです、ここまで来て往生際悪いですよ。ほら、アクア、後でシュワシュワ怒ってやるから。ああ、もう触らないで、引っ張らないで。わかったわよ、ほら。心配はいらない、調べ終わって問題がなければきちんと戻ってくる。もし返せる代物じゃなかったらどうするのよ。ああ、私のかけらが。静かにしてろ。ほう、この魔力はなかなか滅多にお目にかかれるものではなさそうですね。やっぱり
ただのガラスのかけらじゃなかったみたいですね。実に興味深いです。ああ、我が輩も長い間生きているが、これほどの品を見かけるのは稀だ。なんだか考えていたよりもすごいものみたいだな。そのようだな。何よ、これは私のなんだから。そんな物欲しそうな顔したってあげないからね。お前は黙ってろ。んで、このかけらが何だって？我が輩の見立てでは、このかけら非常に価値のある魔石の一部であると。かけらにこれほどの魔力があるのなら、本体の魔石にはもっと素晴らしい力が秘められているであろうな。本体の魔石か。どうだ、このかけらだけでも珍しい一品なので、よければ買い取らせてもらう。ちなみにかけらではなく本体そのものを持ってきた場合はどうなんだ？もしかけらではなく魔石そのものを手に入れたなら、相応の金額で買い取らせてもらう。相応の金額って？そうだな、1000万エリスというところだ。1000万！ちょっと待って、今1000万って言ったわよね。私の聞き間違いじゃないわよね。まさか拾ってきたかけらがこんなことになるなんて。エリス、なかなかの額だな。石一つにそこまでの値がつくとは驚きだ。はわわわわ、1000万っていくらですか？マナダイト製の杖が何本買えるのですか？超高級シュワシュワ飲み放題ね。お前ら落ち着け。まだ本体を見つけたわけじゃないんだぞ。ですが1000万ですよ。1000万、つけられればそれだけで大金持ちです。確かに、しばらく遊んで暮らせるくらいの金額だもんな。ねえねえカズマ、カエルの唐揚げも食べ放題にしていいわよね。いいわよね。女神なのに夢の内容が庶民的すぎる。だが、かけらが見つかったということは、間違いなく本体も近くにあるはずだ。冗談ではなく、本当に我々が1000万を手に入れることだって十分に考えられる。ごくり。なあアクア、お前この石拾ったって言ってたよな。そうよ。どこで見つけたんだ？街を出て森を抜けたとこにある廃墟の近くよ。普通に落ちてたわ。普通にってとんでもないもの拾ってきたな。1000万エリス、1000万エリス。もしかしたらそこで魔石の本体が見つかるかもしれませんね。ああ、可能性はあるな。よし、早速行ってみるか。皆さん慌てて出て行っちゃいましたね。金額を聞いた途端に目の色を変えていた。実に強欲で面白い。我が輩見通す悪魔であるからして、この先の展開も分かっている。今回もせいぜい頑張る。ポンコツパー。